してここで出てきたのがリ・トゥーシェンですか、はい、彼の一発も魅力ですからね、はい、前回は右からホームラン打ちましたからね。あ、そうですね、手線でね、はい、一発を打つパワーも秘めていますリ・トゥーシェン。まあ、右バッターの人材は豊富ですね、はい、激しい争いになりました。ホークスの2軍がね、はい、負けることがないんですよ。そうですね、ピッチャーも、そうですね、野手も豊富ですから、はい、いい当たりだ、左中間深々と破ってフェンス直撃、ランナー2塁ランナーホームに帰ってきて、そして1塁ランナーもホームに帰ってきます。リ・トゥーシェンが結果を残しました。ね、今のは止まってるような感じするんですが、そこまで持ってきますからね、ダイレクトですよ、一番深いところですよね。左中間のフェンス直撃、タイムリーツーベースになりました。2点が加わります。6対1となりました。少し変化球ですけどね、そんなに強振してない感じですね、はい、これでも上の方ですね、上の方ですね、はい、まあ、他の球場であれば入ってるんじゃないですかね。そうですね、はい、リ・トゥーシェンの2点タイムリーツーベース、やっぱり監督迷うでしょうね、迷いますね、はい、